めちゃくちゃ眠い。まあ、歌舞伎の近くにいるね。もう疲れ取れないっす。今日なんか12時ぐらいに一旦起きて、シャワー浴びたんですよ。なんか体気持ち悪くて、シャワー浴びて、で1時間ぐらいちょっとこういろんなリスナーさんとかに DM 返したりして、間違いない1時ぐらいに寝ちゃったのかな。あ、納得さん時です。でもうそっからもうなんかね、眠りが結構浅くて、ずっと寝たり起きたり寝たり起きたりで、でまあそれ繰り返して今起きた感じです。で電話で起きた。リスナーさんの、え、どこっすか、とつまんち、田村敦史、え、マジっすか、じゃあ冷凍、しげち喧嘩したことはあるので、あれ教えてください。渋谷っすか、え、マジか。あと1時間ぐらいしかいない？チータルの件で？ってどういうこと？もうその話だいぶ前に終わったよ。宮下公園？これなんか上野のバッティングセンターのとこみたいな、バッティングセンターじゃない？あ、YouTube 見てた。1時間かからない、ガチでとつまちしてんじゃんこれ。どうしよう、今日ユミとヤムの話はやめる。7時約束じゃん。行くべき、田村敦史に売名しに行く。ユミ楽しみにしてた。どうしよう、トツモみたいに倍目いく、相手にされないのかな。あ、メラニちゃんお疲れです。お疲れ、メラニちゃん、チャンス、耳楽しみにしてた。あの人って倍目できるの、まあ閲覧ちょっと少ないよね。田村じゃあ淳さんには一回会った時あるから、うわー覚えるかも。行く？どうしよう。おはよう。渋谷行く？で、ユミエム。つらん、確かにそうなんですよ。これなんかいたずらできんのかな？これいたずらできるかな？あっても意味ないと思う。閲覧少ないのに売名できるの？言っても意味ない。この件で閲覧かそう。いや、どっちなんだ。だから、まあ、今なんかちょっとバタバタしてるわ。夜9時ぐらいにちょっとね、仲がいいリスナーさんがちょっと歌舞伎に来るから、一緒にちょっと飯行こうかみたいな話もしてて、今電話来て起こされて。ちょっとバタバタだわ。で、今ここの、マンションを借りてるリスナーさんも、あと10分ぐらいで帰ってくるっつって。なんか今 DM 入ってたな。どうしよう。なんかテンパってる俺。お疲れです。アンケートで。で、ユミエムも上がらなさそうだしね、俺なんか。M ユミにする？
また売名かよ。お前売名してなんぼだよ。3売名引かれたぞ。うん。そういうとこ優柔不断だね。違う、ネタが降ってくるんだって。金梅さんは言ったよ。旬な配信者っていうか、本当に持ってる配信者は、次から次にネタが降ってくるって。うん。持ってる配信者はね、次から次にネタが降ってくるんだって。3倍目光が意外と気に入ってるっつって。そう。迷うな。M たんでユミちゃんに約束したんでしょ。M 気になる。でもなんかその、ここの、ね、マンション借りてるリスナーさんもあと10分ぐらいで帰ってくるっていうし、なんか気まずいよね。恥ずかしいよね、こう、配信してるとこ見られるの。数ありがとう。金梅にはなれないから、ね、まあ、バイスにはなれないよ。配信さえも近いだろうし。とびちゃんありがとう。あつしにリアタツなの本買っていかないと。そう、売ってないの。今、現ナウで売ってるわけじゃないんだ。帰ってくるから何なの？いや、ちょっと恥ずかしいなって。じゃありがとう。携帯代まだ払ってない。あと払いこうと思って。はあ、今日も歌舞伎で飲みだわ。配信は宮下公園着いてからでいいから早く行くよ。あ、本屋イケメンな、え、本屋さんいるんだ。ひかるさんって何売ってんだっけ。何売ってるってどういうこと。うわあ、ちょっとじゃあと弓M 来んのかな。とりあえず7時からっつってたんだけどね。あ、本屋に行って買ってくるの。なんか初期の頃で変わったの。太っためっちゃ。1年で太ったよ、この1年で。弓M も仲直りはしてないんじゃない。金借りはしっかりするよ。もうだって東北戻るよ、俺今週日曜日には。日曜日には戻ります。おかえり。おかえりなさい。ちょっと待ってよ。誰これ。ね、今日うちの枠にパルパルさん来て笑ったんだけどって来たんだけど DM。 なんで来たのって言ったら前にヒカルの枠で知ったって。パルパル完全に出会い中じゃないかお前。見ちゃいらっしゃい。謎の DM が来た。 M たんはヒカルと話すことはないとか言ってなかったか。いやだからユミ、だから今日俺話してたんだって。帰ってきて朝方、ユミと M、なんと3人のコラボね。初見されちゃい。コラボ。もしもし。もしもし、はい、ちょっと一回ミートにしてもらってもらって。ちょっと一回ミートにして。MM じゃないの。いやだから7時に約束してたんだけどね、夜7時からコラボでやろうって。どういうこと今。どこですか。リスナーさんの家です。泊まらさせてもらってる。ここよいしょ。リスナー顔写してくださいってNG だよね。顔は NG です。恥ずかしい。恥ずかしいか。ユミちゃんの枠でヒカルくんと話することないって言ってた。じゃあ逃げるんだユミ。え、ないの。じゃあ結局さ、ユミも M もだから夜7時に話せるかっつったじゃん。でそれで今日泊まるの。今日泊まってますよ。
だから愛子は何なのそのゆくちゃん。愛子はだから何なの今日泊まりに昨日も泊めさせてもらってたの。